もう予行演習始まってんのよ。見送られる側の3年がサボってどうするの。早く来なさい。すいません。ちゃんと演技指導くらいしてよ。いいんだよ、雰囲気雰囲気。あぶねえって。少しは真面目にやってよ。やっぱシナリオとか書かなきゃダメかな。何言ってんの。映画古め撮んなきゃとか偉そうに言ってたくせに。思いつきだもん。1年も2年も模擬店だったからさ、せめて最後の文化祭くらいは思い出作りっちゅうかさ。私は思い出なんかいらない。あんたとずっと一緒にいたい。あいつは私を友達以上に思ってくれない。それが私の想像の中での二人の関係。でも本当は喋ったことだって一度もない。友達は彼に告白しろっていうけじめをつけるためだって。けじめって何？私はけじめなんかつけなくていい。スニーカーも全部かかとだけ減っちゃって、雨の時中まで染み込んでくるもん。もう最悪。そうやってズルズル歩くからじゃん。原因分かってんだからやめれば。彼女にも同じこと言われた。だらしないから直せって。ねえ、男の子ってそういうのうざいとか思う？うん、俺は世話焼かれるの好きだからさ。そうやって年上の彼女に甘えてんだ。マザコンの気あるよね、絶対。かもな。もし彼女と母ちゃんが溺れてどっちかしか助けらんないとしたら、母ちゃん選びそうだもん俺。どっちにしろ私は助けてもらえない。クラスも別々、毎日顔合わせることもない。だけど週に一度、水曜日の4時間目、彼は美術室に移動するとき、ここの階段を利用するのだ。いつもドキドキした。彼の足音に耳を澄ませながら。何だろうね、微妙なものがある。カメラの一度かよみたいな。急に思われました。女子大生の彼女がいるのも、映画を8ミリで撮るっていうのも、彼が友達と話してるのを盗み聞きしただけ。その距離は果てしなく遠い。想像の中でさえ、私は彼の彼女になることもできない。卒業するまであと何回会えるのかな。それ俺のだけど。
おい、ちょっと待てよ。なんで俺のサンダル履いてたんだよ。